鳥肌ナンバーアンダーライン相次い,いにベールを脱ぐ WithMusic で圧巻パフォーマンス披露平野翔、岩ガン・ユータ、神宮寺・ユータの進化を見逃すな9月14日に放送される WithMusic でのパフォーマンスです2024年音楽シーンに新たな息吹が吹き込まれようとしています特に注目されているのは9月14日に放送される WithMusic でのパフォーマンスです この番組は、日本のエンターテインメント業界をリードするアーティストたちが一堂に会し、これまでにないコラボレーションを展開する特別な機会です。彼らは、現在エンターテインメント界で急速に成長しているグループの一つであり、そのパフォーマンスは多くのファンにとって期待の的です。かつての事務所での経験を経て、彼らは新たな道を切り開き、その中で自らの音楽性やパフォーマンス力を高め続けてきました。 特に平野紫太、神宮寺雄太は、過去に困難を乗り越えてきた経験があり、ファンからも深い共感と支持を集めています。彼らの人生の歩みと音楽キャリアは、ただのアーティストという枠を超えて、多くの人々に勇気とインスピレーションを与えています。そして、彼らの新たなグループ、ナンバーアンダーラインアイとしての活動は、日本だけでなく世界にも影響を与える可能性を秘めています。 この番組に出演する他のアーティストも稲垣五郎、草薙剛、香取慎吾といったベテランからスーパーフライヤー IV、マザエルといった今をときめくアーティストまで豪華なラインナップが揃っています。それぞれのアーティストが持つ個性がぶつかり合いどのようなシナジーが生まれるのかが非常に楽しみです。特に稲垣吾郎、草薙剛、香取慎吾の3人はかつての所属事務所で苦楽を共にし、 多くの制約を乗り越えてきたた先輩たちです。彼らの姿を見ることで、後輩であるナンバーアンダーライン愛のメンバーたちにとっても大きな刺激となるでしょう。ナンバーアンダーライン愛の登場は特に注目されています。平野翔、岩ガン・神宮寺・優太の3人は、それぞれがアイドルとしてのキャリアを築き上げてきましたが、共に歩むことで新しい挑戦に挑み続けています。彼らの音楽やダンスパフォーマンスは、 これまでの経験をもとにさらに進化を遂げ、視覚的にも聴覚的にも圧倒的なインパクトを与えることでしょう。そして、彼らがどのような形で視聴者に驚きや感動を届けるのか、多くのファンが固唾を飲んで見守っているに違いありません。また、「ハッシュタ #withmusic」というタイトルが示すように、この番組は単なる音楽パフォーマンスを超えた何かを追求しています。音楽が持つ力を最大限に引き出し、 それれが視聴者一人一人の心にに響くようなな構成になっていると予測されます。音楽は時に言葉以上のメッセージを伝え異なるバックグラウンドを持つ人々を結びつける力を持っていますナンバー,ア,ンダーラインアイのメンバーもその力を信じ日々パフォーマンスに全力を注いでいます視聴者にとってこの番組は単なるエンターテインメントではなく彼らの歩んできた道やこれからの可能性を感じ取ることができる機会でもあります 特に、平野紫岩優太、神宮寺優太が新しい挑戦を始めた背景には、以前の事務所での経験が大きな影響を与えています。そこでは多くの規制や制約がありながらも、彼らは自分たちの道を模索し続けました。そして、今や彼らはその制約から解き放たれ、新たな舞台で自分たちの才能を全開にしています。この変化は、ファンにとっても大きな意味を持つものであり。 彼らの成長を目の当たりにすることで、さらに深い絆が生まれています。その一方で、彼らがどのようにして今の地位にたどり着いたのかという点についても、考えるべきことが多いです。アイドルという職業は華やかな世界に見える一方で、多くの犠牲や努力が求められます。表舞台に立つためにどれだけの準備が必要で、どれだけの苦労を重ねてきたのか。それを知ることで、ファンとしての理解も深まり、 彼らのパフォーマンスに対する感謝の気持ちがより一層強くなるでしょう。今回のコラボレーションは、単なるエンターテインメントの枠を超えて、ファンにとっても意味深い瞬間となることでしょう。音楽の力で人々を結びつけ、喜びや感動を共有する場として、この放送は多くの人々にとって待ち遠しいものです。特に、ナンバーアイのメンバーが新たなステージに立つ姿を目撃できることは、 彼らのファンにとってかけがえのない経験となるはずです。さらに、彼らの音楽的な成長だけでなく、個々のメンバーの人間性やバックストーリーにも注目が集まっています。アイドルとしての活動が長いほど、ファンとの距離感やコミュニケーションの取り方にも変化が現れます。特に平野翔は、彼の誠実な姿勢や努力家としての一面がファンに愛されています。彼の努力の積み重ねが、 ナンバーアンダーライン愛の成功にも大きな影響を与えていることでしょう。この WithMusic でのパフォーマンスが彼らのキャリアにどのような影響を与えるのかは、まだ分かりません。しかし、確実に言えることは、この特別な舞台で彼らがさらなる飛躍を遂げる可能性があるということです。彼らのこれまでの努力と挑戦が、今回のステージでどのように花開くのか、多くのファンが期待していることでしょう。また、 音楽業界全体においても、このような豪華なコラボレーションは非常に珍しいものです。過去の制約や垣根が少しずつ取り払われ、アーティスト同士の交流がより自由になってきている現状は、ファンにとっても喜ばしいことです。これからもさらに多くのコラボレーションや新しいプロジェクトが生まれることが期待されます。今回の放送が終わった後、彼らが次にどのようなステップを踏んでいくのか。 またどのような方向に進化していくのかは、今後の音楽シーンにおいても大きな注目を集めることでしょう。そして、平野紫萬太、神宮寺裕太がこれからもエンターテインメント界でどのように活躍していくのか、その未来に期待が寄せられています。さらに、この WithMusic 特番におけるパフォーマンスは、ただの視聴体験にとどまらず、日本の音楽シーン全体に新たな風をもたらす重要な瞬間でもあります。 これまでエンターテインメント業界は、特にアイドルというジャンルにおいては、一定の枠組みやルールの中で動いてきました。しかし、ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちが示しているように、彼らはその枠を超え、新しい時代の扉を開けようとしています。これにはもちろん、過去の先輩たちが築き上げてきたもの、そして現在進行形で彼らが背負っている期待が大きく影響しています。平野翔やガン・ユータ、 神宮寺雄太がそれぞれのキャリアの中で、どう困難を乗り越えてきたかはよく知られています。彼らはファンだけでなく、同業者からもリスペクトされる存在であり、その姿勢や努力が一貫して高く評価されています。特に、彼らが新たな道を選び、ナンバーアンダーライン愛として再出発するという決断には、多くの葛藤や挑戦があったはずです。それでも、その選択が今こうして結果として現れ、 多くのファンに支持されていることは、彼らの信念と努力が間違っていなかったことを証明しています。また、今回の共演は、時代を超えた交流の象徴ともいえます。稲垣五郎、草薙剛、香取慎吾という名だたる先輩たちは、過去に同じ事務所で共に苦楽を分かち合った経験を持っていますが、今ではそれぞれの道を歩みながらも、新たな形で後輩たちと同じステージに立つことになりました。 これにより、ファンは過去と現在のつながりを感じることができ、同時に日本のエンターテインメント業界がどのように進化しているのかをリアルタイムで目撃することができます。ナンバーアンダーラインアイがこれからの音楽業界を引っ張っていく存在となるのは間違いありませんが、その道のりを支える多くの先輩たちとの関係性も、彼らの成長に大きく貢献しているのです。音楽という形で、世代を超えた交流が実現するのは、 ととても素晴らしいことです音楽は言葉や文化の壁を越えて人々の心に直接訴えかける力を持っています。平野翔岩優太、神宮寺優太はナンバーアンダーライン愛の一員としてその力を最大限に生かしファンの期待に応えるべく全力を尽くしています。彼らのパフォーマンスがどれだけ視覚的、聴覚的に優れているかはもちろんのこと。 そこに込められた彼ら自身のストーリーや思いがファンにとって大きな意味を持つのです。そして、彼らの未来への可能性も無限大です。ナンバーアンダーライン愛がどのように進化し、どんな新しい挑戦に挑むのかは、今後の日本エンターテインメントシーンを占う上で非常に重要な要素となるでしょう。彼らが持つ才能や魅力は、すでに国内外から注目されていますが、 その一方で彼ら自身も新しいステージに向けて日々成長を続けています。この WithMusic でのパフォーマンスを皮切りに、さらなる活動やコラボレーションが予定されているかもしれません。ファンとしては、彼らの次なる一手を期待せずにはいられません。WithMusic の放送は、一夜限りのスペシャルイベントとしてファンにとって忘れられない瞬間となるでしょう。しかし、その先に広がる新たな未来にも目を向け、 ナンバーアンダーライン愛や他の出演者たちの今後の活躍を楽しみにしたいと思います。彼らがこれからもエンターテインメント界で輝き続けることを信じて、彼らの歩みを応援していくことが、私たちファンにできる最大のサポートであり、楽しみの一つでもあります。最終的に、音楽は時代を超えて人々の心をつなぐ力を持っています。この WithMusic でのパフォーマンスが、ただの一夜のショーで終わるのではなく、 彼らのキャリアに新たな風を吹き込み、さらなる挑戦のきっかけとなることを願っています。ファンとして、そして視聴者として、彼らの未来に向けた新たな第一歩を見届けることができるのは、とても喜ばしいことです。この歴史的な共演を目にすることで、私たちもまた、音楽の持つ無限の可能性を再確認することになるでしょう。